だぜ。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーの死因で最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしても、てめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの同化師匠、君たちは今から敵国ウータイの手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。ウータイだと？なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何しておる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが消える。天命。さあ、ショーの始まりだ。ミッドガル全市民の敵アバランチ。ウータイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。飛び出ろ。
不運を恨んでフォローを頼む。よし、やっちゃおう。このわっここから。
重に。やっ、あっ、覚悟して、そこ、このわっ。やっ！
動けるうちに。ネズミごときには何もできまい。頑張るね。どっちか。どうだ。まだまだ頼りにしてる。おう、任せとけ。諦めないから。そこだ。
頼んだぞ。やり過ごすぞ。爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード行くか。
聞こえてるか。あの時は膝をすり抜いただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな。起きられるか。今度、気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか。やってみる。どうだ。ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。分かってるさ。なあ、あんた誰だ。誰だ。私はお前の主人だ。もしもし。さあ、クラウ、楽しもうか。大丈夫かな。よかった、目覚めた。あんたは。エアリス。名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え、覚えてないの。ほら、お花。ああ、花売りの。あ、ここはスラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん、驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな。うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花、結構強いし。ここ、特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ、私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって。何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？邪魔するぞと。お前何。この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん、ソルジャー。元ソルジャーだ。あら、まあ、魔法の目。ボディーガードも仕事のうちでしょね、何でもよさ。私の勘当たるの。ボディーガードお願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート1回。え、やっぱり本物かよ。クラスはファースト。いくらなんでもファーストってお前よ。お花踏まないで。だってよ。すぐに終わる。もう。ボディーガードは俺たちの仕事だぞっと。いつ守ってもらいましたかね。そりゃ企業秘密ってやつだ。ここなんね。
加勢を頼む。情けない、かったるいけど出番だぞ。ったクラウド、気をつけて。そないだ。行方不明だ。すげえ。